はい。こんにちは。ナギアャ,ャキャオです。今回ですね、久しぶりに、コンパクトスマートフォンをね、お見せしていきたいと思います。こちらです。キングコンメイレーですね。キューボットのスマートフォンで、まあ、あの、スペック的にはですね、 あの別に高くなくって、ミドル、ミドル、ミドルローですかね。若干エントリーかなっていう感じのものなんですけども。なかなかですね、あの、このキンコングシリーズっていうのを、まあ、前回、あの、もっと大型のものをですね、動画で紹介しましたけども。まあ、タフネススマートフォンのシリーズなんですね。で、その中での小型機ということになって、 まあ今前とした通りですね、スペックは抑えられているというところと、まあその防水防塵性能に関してもですね、等級をまあ取得してないという感じなので、まあ正直なところね、そこら辺はしっかりしてほしいなっていうふうに思うところでもあるんですけども、一応メーカーとしては防水防塵で売ってっているというところです。まあ雨とか、ね、汗とか。 ちょっとの水には大丈夫よ。ちょっと汚れるぐらいだったら大丈夫よ。そういうようなものになってますので、今回ね、こちらを開封していって、まあ実際問題はどれぐらいのものなのかっていうのを見ていきたいと思います。価格的にはですね、1万円ちょっとぐらいで買えてしまうものなので、過度な期待は禁物というところです。はい。ということで、早速。 開封していこうと思います。こう手のサイズから、もう箱からしてもね、結構小さいのよ。ここはね、楽しみですね。久しぶりにこのコンパクト系を手に取ってるっていう感じです。割とね、箱も高級感ありますよ。この、いいお菓子の箱みたいな感じの。ね、高めのお菓子の箱みたいな感じの。ね、そんな、 そんな雰囲気を、これ。この肌触り的には。決して安っぽいっていう感じはしないですね。開けました。来た。来たぞ。キングコング。ちっちゃいのにキングコング、えー。なんか懐かしいな、この袋にくるまれてるのが。来た。えー、サンキュー、サンキューカード。サンキューカード。 して。もう、この、コンパクトよ、本当にもう。ね。取リセだよね。クイックスタートガイドとか。ありますな。ん、当然ながら、日本語はなし。日本語はなしですね。して。 よいしょ。シムピン、あ、袋、え、シムピンじゃない。あ、ドライバーのやつか。なるほど、なるほど。あの、タフネス系を買ったことある人には見慣れてるでしょう。ちっちゃいプラスドライバーです。AC は海外製のね、やつです。海外製といてか海外で使うもののタイプのやつですね。こういう感じ。一応ね。AC スペック。そして、ケーブルが、 こちらです。ねえ、もうこんな安いコンパクトタイプでもタイプ C ですよ。タイプ C の自在ですね、もうね。まだまだマイクロ USB 端末も多いですけども。来た。キングコングミニおおー、コンパクトやなぁ。手のひらサイズの 手のひらサイズのスマートフォン、久しぶりです。あ、ひんやりしとる。4インチですから。4インチ。あいやあ割といい。でもしっかりしてる感じはあるよ。ここ冷たい。金属ボディの部分、ね、冷たいですね。どうですか。どうですか。で、ここを開けて、 あの、シムを取り出すんですよ。シムトレイがこの中にあるんですよ。うーん。しっかりね、こういうゴムパッキンでね、蓋がされてると、ね、取りづらい。取りづらいぞ。あく、あとでやる。ちょっともたついちゃう。先にこっちですよ。あ、保護フィルムが最初から貼られてますね。はい。 お可かわいいじゃないのよ。もう手のひらサイズだからほら。もう、握れちゃうの。ね逃げちゃうのってない。<laughs> まあただもう、こう、ガッツにいけるからもう狂気には持ってこい。ねいけますね。いけますね。電気張りました。早い。反応も。早いね いい感じですね。よいしょ。日本語ありますね。おうちちち、ちキャンセルキャンセル。今日、What's?What's? 危ない。危ない。韓国にしちゃう。来ました。 かわいいのよね。三つ。三つよ。並ぶのは横に。ねえ。三つですね。ああ、こういう感じか。ちょっとあれだな。慣れが必要だな。こうか。うん違う。違う。<laughs> おう。 ちょっと、あれあ、こうだ。だいぶ上に引かないとあれか。出ないですね。でもまあ少ないね。アプリはやっぱり少ないですね。Google 系が入ってるのと。 うん、グルグル系でも抑えられてるな。で、ツールとしてなんか音、まあでもまあ入ってるけど、まあフェイス、これ、あれだよね。あの、顔認証系のあれですよね、きっとね。フォトとかなんかちょっと独自のものになってる部分もありますけど、割とっていう感じですね。で、設定いきましょう。あ、割とこう分かりやすくはなってますね。うん、メニュー作りもこうやって色分けもされているし、 しっかり日本語でも説明されてるしわかりやすくはなってるかなというふうには思います端末情報として、まあ、こんなもんかこんな感じで入ってるっていうだけですよねうんよしデベロッパーに一応な開発向けね 出しちゃいますけど。メモリが 3GB のうちもすでに 1.3GB 使われているっていうとこなんで、ここら辺をちょっとね、自分たちで、えー、まあ、これ、まあバッテリーの消費が多くなるでしょうけど、うん、SRGB の方がいいやって思う人はそうするとか。あとはこっちの下の方ですね。もうちょっと早く動いてほしいとかってなってきたら、ここら辺のね、アニメーションを 一つ早めていけば、まあ、サクサク系になるというところ。GPU レンダリングを使うとか、ね。ま、あそれを、まあ、このスマートフォンの用途的には必要ないんですけど、あの、俺がいつもやってる形のものとして、まあ、コンテンツをよりね、あのー、よく見せたいとか、そういうのも相まってやってます。はぁ。 来るね。いろいろあるなぁ。ストレージ、えー、32ギガ分の6.2ギガというところで、まあもともとこういうコンパクトかつタフネス系のものなんで、なんかコンテンツ、そしてゲーム系をいっぱいやるってことではないですね。単純にまあ、ほぼほぼコミュニケーションツール、かつちょっとしたメモ代わりに写真撮ったりとか、そういうような用途として考えられているものですから、 ま、これぐらいはしょうがないのかなというふうには思います。デフォルトのストレージとしては。まあ、あとは普通に、あの、見てもわかる通りですけど、割と、割と普通に動いてるなっていう感じはしますね。あ、ほら、ドローガンもだんだん慣れてきた。もうちょっと、ちょっと気持ち、上っぽい感じでやるっていうとこですかね。うん。まあ、あとここら辺は、最近のアンドロイドですね。 よいしょ。ちょっとまだ慣れが必要だな、俺は。<laughs> まあでも、割とっていう感じはしますね。まあこれは UI の変更はちょっと出てこないな。なるほどね。で、壁紙。ライブ壁紙もあるじゃん。 あ、まあ、この、でプリンはされてないけど、セッティングはできますね。ええー、割といいかも。なんか思ってた以上になんかいい感じです。手に収まる、このスマートフォンっていうのもすごく久しぶり。あの、エクスペリアレイレベルかな。はい、エクスペリアレイを持ってきましたけど、ほら、ほらエクスペリアレイレベルなんですよ。 うわあ、ちょっと感動。まあもちろん厚さとかね、そこら辺は違いますけど。うわあ、ちょっと感動だな。で、iPhone。これ iPhone 10です。10と比べるとこんな感じ。こんな感じです。ね。ちょっとディスプレイが。えー、設定で明るくして。 これぐらいですよ。表示域としてはこれぐらい。うんだいたい。だいたいわかるかな。大きさの感じがわかるかなと思いますけど。やっぱ、ここよね。やっぱりここですよ。エクスペリアも、まあまあ、こっちの方がちっちゃいですけど、エクスペリアレベル、レイレベルの小ささ、これちょっと気持ち上がるな これでだって防水防塵ですからね。いやー、対衝撃だけ入ってないのであれなんですけども。これぐらいのなんかさ、コンパクトさのこういうタフネス系で出てるっていうのは、ちょっとさ、こう、なんか本当になんていうの、なん、なんかアウトドアギア感というかさ、そういうのもあってなんかいいね。えー、はい、先ほどのここのですね。 シムトレイの外しですけども、もともと付属されてるのはこのちっちゃいドライバーなんですよ。もうミニミニ。これはね、ちょっと使わない方がいいです。あの、ちゃんとですね、こういうこう、しっかり握れるもの、こう力をこう入れられるようなものにしないと結構きつく締まっていて、おそらくネジを潰しちゃう感じになりますね。俺もちょっと潰しかけました。まあ、実際潰してもね、もう一回ネジ買い直しちゃいいんだけどね、これぐらいのちっちゃいネジを。 で、開けるとこういう感じと。ね。シムトレイが2つ。そして、マイクロ SD がありますと。これ昔懐かしい。こうやって開けるタイプのものになってます。はい。こうちょっと懐かしいね。こっちもね、そうだけど。こう懐かしいなっていう感じがしますね。ここあの、こうちょっとメカメカしさっていうのも個人的にはね、好きですね。 まあ、ただ、あの、ネジを潰しちゃったりする恐れがあるんで、個人的にあまりネジのものはね、好きじゃないんですよ。うん、あの、がっちり締められるんですけどね、ここにもしっかり、この枠に沿ってね、しっかりとゴムパッキンも貼られていたりとか、しっかり防水性能はね、や、あの、保とうとしてるし、この方がもしかしたら確実なのかもしれない。この締めをスッて刺すよりも。確実なんだろうけども、やっぱりネジを潰す恐れがあったりとか、 またはですね、もう交換するときのこの手間を考えると、個人的にはシムトレイでね、あのやってほしいなっていうふうに、この、ここでのね、ピンで、ピンで取り外しできるものにしてほしいなっていうふうに思いますけども、 なので、まあ、あの、この付属のドライバーっていうよりもしっかりとね、握れるドライバーを用意することをお勧すすめしたいなというふうには思います。まあ、なかなかかっこいいですけど、これでも。<laughs> 透明なものにもしたくなるぐらいの感じだな。はい、えー。なんか思ってた以上に興奮している俺がいますね。俺はなかなか素晴らしいなっていうふうに思いますね、これ。 カメラのシャッター音が出ないのね。<laughs> カメラのシャッター音が出ないのね。そこら辺あれだな。どなんかね、こう日本人的にはどうかなーっていうふうに思うところもありますけども。なかなか動きとかもいい感じですよ。えー、はい。 まあまあまあ、メモドメモ代わりの感じにはできるっていうレベルですけど。いや、ちょっと思ってた以上の感じを受けてます。うほらほら、結構スムーズ。あとはもうバッテリーの持ちがどれぐらいかとか、それぐらいになりますよね。そこら辺はちょっと使ってみないとわからないな。あれですけど、画面、画面キャプチャーとかもあるし、着メロって、こうあれですね。この バイブにしとくみたいなね。ショックうん。バイブじゃない。ショックね。マナーとかね。ああ、ごあった。マナーモードありましたけども。あ、バッテリーセーバーもあるんだ。ええー、あそう。そこら辺もあるのね。まあ、あとはそうね。GPS が精度がどれぐらいかとか、そこら辺にも出てくるかと思いますけど。とりあえずこんな感じですよ。ちょっと感動だわ。キングコングミニ。 この大きさは感動です。改めて、エクスペリアレイとほぼ同等サイズのタブネススマートフォンですよ。はい。ということで、今回、こちら、お見せいたしました。ちょっとですね、中に、あの、デバイスインフォとかそういうの 入れてね、改めてですね、試して、あの、まあ、中を確認したりもしてみたんですけども、途中での開封の時にですね、二眼だという話をちょっとしましたけども、あの、一眼です。はい。あの、二眼に見せてると <laughs> いうところでの一眼というところなので、そこら辺はね、はい。えー、まあ、正直そんなことしなくていいのに、一眼だったら一眼でそのままやってくれればいいのになっていうふうに思うんですけど、 そこら辺にあの、期待をしないようにというところですね。まあそもそもでですね、うーんもうカメラも、まあ、メモ代わり程度にしか多分活用できないぐらいのものなんで、あれなんですけどね。で、裏も外して中をいろいろ確認もしましたけど。はい。 あの、使い勝手としては、あの、まあ、数十分ですね、触っていろいろ試したんですけど、そこでは、ま、いい感じにはなってます。文字入力も、まあ、昔の小型機よりはですね、画面が縦長になっている分、しっかりとね、あの、キーボードと、が、あの、文字入力の部分がね、あの、確保されるしさ、そこら辺は個人的にはですね、いいんですよ。こう、ちゃんと、こう、こういう感じになりますから、 あの、打ちやすくまなりますし、久しぶりにあの端から端まで親指があって届く <laughs>、あの、サイズ感を持ってるので、そっちの快適さの方がですね、個人的には感じてしまったところではあります。あの、一般的なですね、使い方、例えばそのブラウジングだったりとか、SNS だったりとか、まあそういうレベルのことをするのでは全く問題のない動作感というようなとこですね。ただやっぱりさっき言ったようなその、 あの、な、二眼、二眼じゃないのに二眼っぽく見せてるね。とことかっていうのもそうですし、あとはその防水等級をしっかりと獲得していないっていうところは、ちょっと改善していただきたいなっていうふうに思うところと、まあ、後継機に関しては、やっぱり今後バッテリーをどういうふうにしていくのか。まだあの、丸一日使ったりしてるわけじゃないので、あの、そのバッテリーの持ちがね、不安を考え、あの、不安を覚えてるわけではないんですけども、 やっぱりそのアウトドア系のタフネススマートフォンとしてはバッテリーのところをもうちょっとね、あの、あ、これもう、もう安心じゃんっていうふうに思えるぐらいのことを本当だったら実現してほしいなっていうふうに思うところもありますし、一応ですね、あの、生体認証は顔認証だけで、あの、指紋認証がないっていうのは、まあ、アウトドアだからこそ手袋もしてるでしょうとかそういうところもあるのかもしれないんですけど、 ただだったらやっぱりですね、手袋モードぐらいは搭載してほしいなっていうふうに思ったりしました。あの指紋認証を使わなくても、じゃなくてもやっぱ指で操作するのに変わりないですから、手袋モードをしっかり搭載するとか、そこら辺もやってほしいなっていうところですかね。まあ全体的にはですね、やっぱりこの大きさ、 サイズ感っていうところに本当に魅力のあるところとあとはこのゴツゴツしたものが欲しい方にはたまらないものに仕上がってるかなっていうふうには思いますしっかりと日本のバンドにも対応しつつそして防水防塵でっていうところであればまあまあ割と魅力的には映るのかなとあの価格を考えたところではバランスは取れて、まあ、まあ取れてない部分も思えなくもないですけども一応は取れてるのかなっていうふうには評価できるというところですがね。 で、まあ、あの、できるんだったら、後継機で、まあ、先ほど言ったようなところをブラッシュアップして、改善していってほしいというふうに思いました。全体的には持った時の手触りとか、使い勝手に関しては、あの、好印象です。はい。というところで、今回、q w ー t King コ o n Mini、お見せしました。ということで、また見てな。バイバイ。